はい、今日はですねこちら浜口町にある、焼き鳥屋さん花鳥風月さんにね、来ました。それではねこちら中に入ってみたいと思います。ムカちゃん、テレビデビューするよ。テレビデビューするよ。そうなんですか？マジで。え、何のテレビですか？あのね、ゲラパね。ゲラパなんじゃなくて、芸能事務所に入っとってんね。あ、もうしたらよ、浜口に。え、そうなんですか？で、マジで、今日はなんか、はい、歌のマリーナでなんか撮ってきたというか、ベンツかなんかの設定。ベンツどうする、もう俺たちの手から離れてるね。そるで、じゃあほぼほぼ知っとんね。じゃあミョンドンって知っとんね。今日俺たちが行こうと思った。あのミョンドンってあの韓国の、ああそうそう、行ったことないです。行ったことない。今日行こうと思ったら休みやったしさ。店はそんなに高くないですか？もしもし、うまい。フレンド、送ってくれた。どうせ前かとか。うわ、やっぱこれ、分厚いですね。あ、そうですよ。すごい。チーズしてある、ね、これ絶対美味しいやつですね。うまい。おはようございます。やばい。電話かけ、こっちが鳥ももです。先生、伊藤鳥もも。一番大事な話し相手は隣にあったのかと思います。先生、うまい。ミシュランかなんかの審査員のことになってきたの。いやいや。もうちょっと待って。一旦ちょっと待って。今はチュースが相手がいないと思いっきり食べない。で、馬刺しに生に入れて。うん、本当にうまい。こちらがコリコリです。コリコリ。ああ、それはなかなか食べるんやな。食べるんやな。うん、うまい。最高。これは YouTube に載せたんだ。これは YouTube に載せたんだ。俺ですって。なんか YouTube に載せられたんだ。俺が犯罪者になるだって。やばいな。そうっすね。あ、じゃあ、薩摩鳥の。はい。牧場の馬刺し。何の馬刺しか知らんけどさ、もうプロフィール取って。何の馬刺し、馬刺しや馬刺し。すごい。ちょっと、あ、多分さっき僕しゅげちゃんにやるやつです。ちょっと食べてみるんで。そう、いただきます。いただきます。
うわ、すごい。うまいね。うまい。あ、これは最高ですね。ごちそうさまでーす。値段が違う。ゆうちゃんと。ね。あ、めっちゃでかい。すごいゆずこしょうですけどね。あ、合います。めっちゃうまい。これもっと硬いと思ってた。柔らかい。硬いと思ってたって柔らけ。うまい。なんといいのやっぱ全然勝てる。うん、まずまでもシャングリとかいろんな国が一人がいるんですけど、この子は一人がある。これマダイですか？あ、それはシシャモです。シシャモ。シシャモいた。うん。なんで入っとってます。うまい。やっぱ炭で焼くとうまいですね。まあやっぱ香りが変わりますよね。うん、いや、やっつろ。いや、でもそんなことないの。かけてくれたらいいじゃん。これからするのは一応だと思います。なんだっけ。だから俺、楽しみやったり。営業マンのプロ。今日何も食ってなかったっすね。なんかあれでもなんですか、ね、一番のパフォーマンスと落ちてしまったらね。きついっすね。たぶん、その時に言ったの。いや、俺、後から来て、俺となんかその、うん、でも最初っ、はい、長崎といえばね、飲みの帰りは、あのカニ屋、おむすび屋さんですね。ここで締めて帰ります。ということで、ここでね、おにぎりを食べてね、帰りたいと思います。